アップインベンター4アンドロイドは当初 Google が提供していたが現在はマサチューセッツ工科大学が提供しているアンドロイド対応アプリケーションソフトウェアを開発するソフトウェアであるコンピュータプログラミングに不慣れな人でも使いやすいようにスクラッチのようなグラフィカルインターフェースやストルロゴン TNG のユーザーインターフェースを使いビジュアルオブジェクトをドラッグドロップすることで 数多くの携帯機器で動く Android 対応アプリを作成できる。2010年7月12日に要望に応えて利用できるようになり、同年12月15日に一般公開されたが、2011年12月31日に Google は公開を終了した。App Inventor for Android の制作中、Google は教育コンピューティングの重要な先行研究を作成し、 オンライン開発環境上で実行したビジュアルブロックプログラミング言語を作成するときにブロック使用ユーザーは OpenBlocks Java ライブラリを使用する OpenBlocks はマサチューセッツ工科大学のシェラーティーチャーエデュケーションプログラムとリカロスロケによる修士論文研究のデバイスによって配布されている教授でシェラープログラムを担当しているエリック・クロッパーとダニエル・ウェンデルは オープンブロックスを MIT ライセンスで配布している。オープンブロックスのビジュアルプログラミングはクロッパーによる STEP のプロジェクトであるストロロゴ TNG や MIT メディアラボのライフロングキンダーガーデングループのプロジェクトであるスクラッチと密接に関連する。これらのプロジェクト自体、積極的な学習によって魅力的で強力なアイデアを発揮できるプログラミングを 強調するための構築主義理論に基づいている。さらに、これはシーモアパパートや1960年代の MIT ロゴグループが始めたコンピュータと教育に関する現在進行中の運動の一つでマインドストロームズやストルロゴに関するミッチェル・レズニックの著作で提唱されている。アップ・インベンターチームはハル・アベルソンとマーク・フライドマンが率いていた。アップ・インベンター ブロックエディターアンドロイド上で履行するためのビジュアルブロック言語を変換するコンパイラーはパーボスナーが開発しフリーソフトウェア財団による GNU オペレーティングシステムの一部になっているかはランゲージフレームワークやスキームプログラミング言語におけるかはの方言が使用されている2011年8月 Google が自社製品としてのアップインベンターの配布を 終了すると同時にコードをオープンソース化すると発表した。現在は MIT メディアラボにある MIT センターフォーモバイルラーニングの一部となっており、アップインベンター制作者のハル・アベルソンが同僚で、MIT 教授のエリック・クロッパーやミッチェル・レズニックと共に手がけている。2012年1月20日、Google はアップインベンターのソースコードがオープンソースになったと発表した。 ありがとうございます。